エレナ・パブローブナは、ロシア大公女。メクレンブルク・シュベリーン公帝師、フリードリ・ヒルート・ビヒの最初の日。ロシア皇帝パーベル一世と、皇后、マリアの次女として、サンクトペテルブルクで生まれた。兄に、アレクサンドル一世、コンスタンチン、姉にアレクサンドラ、弟に、ニコライ一世がいる。祖母エカテリーナ二世により、家庭教師をつけられて学んだ。 当時の王族の女性が学ぶのは、芸術、文学、音楽が主で、良い結婚をし夫に、多くの子供を産むことが求められた。エレナは1799年10月に、フリードリヒとガッチな宮殿で結婚した。ロシア皇族の女性は、自分の故国で式を挙げて、数ヶ月暮らしてから嫁ぎ先へ向かうのが常であった。エレナの姉アレクサンドラは、その一週間後に、 オーストリア大公、ヨーゼフ・アントンと挙式した。シュベリーンへ移ったエレナは、新しい宮廷に馴染んでいった。翌年には、長男パウルフリードリヒを生んだ。1803年3月に、長女マリーを生んだ。しかし、同年9月、エレナは渋滞に陥り、回復することなく没した。遺体は、ルートビヒスルストに葬られた。ありがとうございます。